皆さんこんにちは、声優の結城かなです。ゲームイズファンジル攻略ライターの福士です。それでは今日のテーマを教えてください。今日のテーマはオティヌス暴走クエストの超深淵を攻略していこうと思います。来た、新暴走の超深淵。そうです、私がやるんですか。今日はですね、はい、やる気満々のところ申し訳ないんですが、はい、僕です。悲しではないこの僕です。そうですね、まあ、そこは先生に、はい、華麗にプレイしていただいて。そうですね、皆さんのお手本になりますから。そうです、頑張ってください。やりますよ。はい、それでは先生よろしくお願いします。ではですね、今回はこのパーティーで攻略していこうかなと思います。どうしたんですか。いや、ん、よいちちゃん、よいちちゃん、実はですね、これ好きな子を詰め込んだだけのパーティーに見えるじゃないですか。見える。そんなことないんですよ。本当に？はい、オティヌス超深淵なんですが、はい、弓ユニットの敵が非常に多いんですね。うんうんうん、はい、なので、このヨイチちゃん、星4ヨイチちゃんはですね、敵軍の弓ユニットの物理攻撃力を戦闘中常時 0.8 倍にする、はいはいはい、というリーダースキルが非常にこのクエストと相性がいいんですね。決して僕ヨイチちゃん大好き入れるぜって感じで入れたんじゃないです。で、ヨイチヨイチと来てルナリスは使うんですね。ダメですか。いや、ダメじゃないと思いますけども、言うて、前回私深淵の時ルナリスちゃん禁止令が出たんですよ。カナシの主力であるルナリスを抜いて、ルナリスを抜いて、ルナリスを抜いてやっていただこうかなと思います。ルナリスちゃんでじゃあゴリ押ししてクリアっていうのはもうできなくなっちゃう。ダメです、超深淵ですから、うん、先生ですから。先生ですから。カナシとは違うんです。それは仕方がないですね、はい、じゃあルナリスちゃんを使って、はい、やっていこうかなと思います。はい、では始まりました。はい、じゃあマップを見ていこうと思います。うわ、こういう風な感じでまず砂漠がある、うん、でこの変な橋が、はいはい、ちょっと渡りにくいような場所にあって、うん、ここにボスのオティヌスがいますね、はいはい、ではこのオティヌスなんですが、ちょっと能力を見てみると、うん、何この射程ってなるんですね。え？赤いですよね。ゴマス？はい、これなんですが一体どういったものかと言いますと、はい、スキルとしてロングシューター、はい、はい、攻撃の射程がプラス2される、うんうんうん、これ現状敵専用スキルなんですが、はい、これの効果で射程が5マス先まで届く。すごい、恐ろしいですよね、うん、このオティヌスの極大射程をどうやってかわしていくかっていうのがポイントになりますね。そうですね、はい、では早速見ていこうと思うんですが、はい、主人公たち の初期配置、はいはい、まあ砂漠っていうこの、うんうん、深淵の時は砂利道っていう風な地形があったと思ったんですが、はい、そうですね、はい、さらにそれよりももっとその移動しにくい、あら、はい、地形マイナス2だったかな、はい、うんうん、なので非常に移動力がとても、あらあら、はい、本当だわ、こういった感じで、うん、短くなっていますね、はい、なのでまずこの砂漠から抜けるためにこの左上ここですね、この橋の近く、うんうんうん、ここを目指して進んでいこうかなと思います。はい、ではまず危険エリアをオンにします、はい、ではこの危険エリアに入らないようにまた進んでいこうかなと。ちなみに今回のマップもなんですが、はい、相手にもやはりそのこの移動力のマイナス効果というのがかかるので、うん、非常にやはり敵の攻撃範囲は 弓ユニット以外であれば少なくなっていますね、うん、なるほど、はい、あ、でもフレンドのイシュリエルちゃんは飛んでるので効果はなし、うん、ただこのマップ非常に弓の敵が多いですね。なので、うん、イシュリエルちゃんはうまく運用しないと少し、ね、はい、危険ですね。堅実に進もうかなと思うので、うん、危険エリアの外側にまず退避しますね、はい、このターンは守りに徹します、はい、敵の攻撃範囲が少ないので、うん、まあ、比較的一体一体安全に処理することができれば結構シンプルに安全にスムーズに進むことができるかなというところですね、はい、うんうん、敵の HP も多いですね。そうなんですね。子たちも110とか
高火力スキルじゃないと結構厳しいところはありますね。一発で倒せないと、うん、そうですね。これ与一ちゃん必殺が高いのでやってくれると信じて、うん、お必殺に頼った先生が、あま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 あ、そういうこともね、うん、ありますからね。あります。おっとこれ与一ちゃん危ないかも。あれ、はい、やっちゃったかな。なんか前回も私あのデュランダルちゃん、推しのデュランダルちゃんを連れてったんですけど、はい、推しは死ぬ運命にあるんですか。いやそんなことはない、守ってみせますよ。おかっこいい。守ってみせる与一ちゃんを。僕が与一ちゃんを守ってみせる。あれでもこのイシュリエルちゃん硬いんで弓ユニットから攻撃を食らっても全然。あ本当だ。おっと1ですね。これはあのヨイチちゃんを守るキャラクターがいました。来た、イシューリエルちゃんがよくやってくれるはず、うん、ジャッジドアイス。おー来た、覚えてます。ジャッジドアイス、はい、よし倒しましたね。これ必殺も発動してくれた形になります、うんうんうん、ちょっとまあヨイチちゃんをインペリアルクロスの陣形で守りますヨイチちゃんが守られましたね。守られましたね。仏棒が高いユニットであれば、はい、弓ユニットに対する飛行ユニットでも、まあ、なんとかできるっていうのがありますね。うん、そしてこれはなんでこういった効果が起きたかと言いますと、はい、ここで関わってくるのがこのヨイチちゃんなんです。なるほど、はい、リーダースキルとして弓ユニットの攻撃をされているから、だからこそこういった感じの特攻を防ぐようなことができたわけですね、うん、さっきのリーダースキルの方のヨイチちゃんは、はい、ステータスの限界値がやはりどうしても高くはないので、うん、実質同じような、リーダースキルを持ったユニットに星4になるエロースちゃんがいるんですね、はいはいはい、赤星のエロースちゃん、うん、なので、そういったユニットをリーダーに据えればいい感じに、まあ、戦力にもなるしリーダースキルにも使えるという感じになるのかなと思います。でもあえてのヨイチちゃん。イエス、さすが愛が溢れてますね、うん、1対1体ちょっと戦闘力が高いので固まって倒していくっていうのがやはり大事かなと思います、うんうんうん、超深淵は増援はないんですか、はい、あるんですね。あるんですか。今結構平和に1人ずつ倒して、はい、こういうのかなと思ったんですけど、やっぱただですね、うん、結構あの来るまでのターンっていうのが遠いんですね、うんうん、なるほど、はい、なるほど。なので、まあ、前半はまずその近くに敵をやっつけてっていうのが、うん、はい、最初の攻略になりますね、うん、ちなみに登場位置全て上部なので、あ、はい、橋より上ですね、うんうんうん、まあ、そこら辺も含めて、はい、下側の敵をまず掃除するっていうのはありですね、うん。上にいる敵は橋渡ってこなきゃ来れないですもんね。そうですね、うん、そういった意味でもこのマップっていうのは安全にクリアするためには牢城っていうのが一番いいかなと思います、うん、はい、では6ターン目いこうと思います、はい、はい。この2体をとりあえずこのターンで片付けることを課題にやっていこうと思います、はい、基本的に弓ユニット妖精級スフィア棒って射程3マスの弓を装備しているユニットが結構多いんですね、はい。こちらがあまり進めないのに向こうはその長い射程で攻撃してくるってことが多いので気をつけて進んでいく必要がありますね、はい。ここからですね、結構あの連続して敵と戦っていくことになるので、はい、支給品だけじゃちょっと回復足りないかなと思うんですね。なので強いユニットを1体入れるとだいぶ安定しやすくなります。回復薬も込みでってことですね。そうですね、下が綺麗になりましたね。そうですね、うん、ここからはこの橋間際で戦っていくことになります、はい、増援が来ますよ。あー来た。あれでも2体だけですね。じわじわ毎ターンずつやってくるんですね。なるほど、はい、まだ来るんですね。そう、そしてこれ戦闘力488、うん、結構高い部類ではあるんですが、うんうん、このマップだとこれは結構序の口なんですね。え、徐々に徐々に戦闘力高いキャラクターが集まってきて、じわじわ戦っていくことになるっていうのがやはりこのマップの特徴かなと思います。うわ難しい、うん、
なんだかんだでオティヌス暴走というマップですが、はい、このマップの本当に嫌なやつらっていうのは雑魚敵の人たちかなと僕は思いますね。うん、HP もやはり多いので、うんうん、ルナリス、カノン、あとはマサムネ、パラシュ、ロンギヌスたちのように火力の出せるスキルを持ったキャラクターっていうのを入れるのがいいのかなと思います。まだ来ます。来た。橋の近くで徐々に敵を倒していく感じですね。じゃあここもまあこの2人を倒せばとりあえずこのターンは課題終了ですね。うん、つまり橋のこっち側下側で待って1体ずつ来るのを徐々に倒した方がいい。はい、うんうん、そちらが安全な策になりますね。一応そのこのマップやはりその仏棒っていうのがしっかりできたキャラクターがいれば、うん、これ今やっと増援できたマダのキャラクター、はい、これ以外には結構対応しやすいので、うんうん、仏棒高いキャラクター数人でご利用しすることも可能ではあります。でそうするとはい、うん、増援があまり来ないうちに倒すことができるので、はい、すごい。結果的に周回効率を求めるのであれば、うんうん、仏棒の高いキャラクターメインで組んでいくのがいいかなと思います。確かに今援軍できたの以外今まで全部物理でしたね。そうですね、深淵でも、うん、砂利道を、マダのユニット歩きやすいっていう風なお話はしたんですが、はい、これ敵ユニットにも反映されるんですね。なんで、マダユニットは結構移動力高くガンガン進んできます。あ、本当だ。ところで、はい、なんで陽一ちゃん推しなんですか？やはり、うん、やはり開いた時の、うん、陽一ですかっていうあれたまんなくないですか？いや、すごい可愛いです、うん、あの感はたまらない。いや、本当に可愛いんですけど、うん、割と今福祉ボイスでやったじゃないですか、そう、結構1オクターブぐらい下で、はい、いいと思います。はい、あ、カノンさん突っ込ませちゃった。あ、お、でもブライトさんね、倒してはするんです。あ、倒して、あ、 50% でしたね。結構見せちゃった。これ、ブグ相性とか考えずにやっちゃいましたね。私が今、ヨイチさんの話をしていたから、そう、カノンですかって言っちゃったのかもしれないこれはカノンが行くんですかいいですよ先生、見せ場来てます。ここで見せますか、はい、ここで使うのはカドケウスちゃんのスキル、ディポートケイン。え、何それ？指定したユニットのですね、はい、精神を強化するという、これ3マス先まで届くんですね。みんな入った。いや、イシューリエルちゃんが入りました。あ、なるほど、はい、1人選べるってことですね。そうですね。なるほどなるほど、はい、これによって、イシューリエルちゃん少し魔法余裕が出たので、あ、強い、はい、あとはこれをこのミノタウロスの集団たち、うんうん、イシューリエルちゃんが防ぎ切ってくれることを祈ります。うん、ちなみにこちらカドケウスちゃんの島ユニット、うん、ケイリュケイオンは守りをプラス5するという同様のスキルを持っていますね。なるほどなるほど、はい、2人とも結構使いやすいユニットなので、まあ、クエストによって使い分けていくといいかなと思います。あれってあれあれってまあ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 、かのんちゃんはいい子でしたよ。いい子でしたね。うん、 50% ぐらいだったんですけどね、うん、すっごい橋に溜まってますね。ここはですね、とりあえずイシューリエルちゃん耐えてくれるんで、イシューリエルちゃんを壁にしつつ、うんうん、ヨイチちゃん、ルナリス、うん、で結構行きたいかなと思います。はい、ここからは結構ですね、泥仕合みたいな血で血を、はい、洗う戦いになっていくので、うんうんうん、おそらく早送りとかなってるんじゃないかなと思いますねちなみにここにシェキナ、うん、射程をプラス1するというスキルを持ったユニットがいると、かなりそのこの崖際の攻防っていうのがしやすくなるんですね。そうですね、はい、なんかすごい防御が高いこう、まあ、壁で置いといたら絶対こっち側には来れないわけですね。そうですね、を崖越しにピシュピシュ。そうです。あ、強い。いいないいな。今橋に湧いたのがスライドして左に行った感じですね。そうですね、つまり橋に湧くんですね、この。そうです。やらしいわね。やらしいわ。
じゃあここも射程を生かしてヨイチちゃんの攻撃がうなります。ヨイチちゃん強い、コウヒメ型なんですね。そっかそっか、はい、なので今回のように射程外からうまく攻撃していくようなクエストでは特に役に立ってくれるかなという感じですね。この壁ユニットの役割、はい、まあ弓も物理攻撃も、うん、魔弾の攻撃っていうのも3つ食らう感じになってしまうので、まあ、その3つに耐えられるようなキャラクターっていうのを置いておくといいかなと思います。じわじわ攻撃を食らっていますが、うん、毎ターンコンスタントに回復できれば特に問題はなしということで、今回のパーティーで一番重要なキャラ、はい、この子が落ちちゃうとさすがにまずいっていうのはちなみに誰でしたか。カノンちゃんがお亡くなりになってますが、はい、カノンちゃんやルナリスのような高火力ユニットです。なるほど、はい、じゃあまだルナリスちゃんがいるから、そうですね、うん、よかった。これはやはりその敵の HP 一人一人がとても高くなっているので、うん、なんかその自利品になってしまうんですね、こちらが火力で押し切れないと。ああそうですね、はい、やっぱ一発で倒したいところではある。そうなんです、うん、守り姫型っていうのは命中がちょっと低くなりがちな傾向があるので、そこはまあケースバイケース、デュアルサポートを使う、スキルを使う、支給品を使うなどして命中をカバーしていければなと思います。はい、はい、ではここにカドケウスちゃん移動させて回復していきます。回復、このヨイチちゃんはやはりそのこの物攻的に少し活躍がしづらいので、うん、ここら辺でめでます。めでます。ちなみに今回本当にもう今のヨイチちゃんっていうのはリーダースキル要員としてのみで連れてきた形になるんですが、はい、このマップで入手できるオティヌス、はい、実はですね今のヨイチちゃんのさらに上位互換のリーダースキルを持ってまして、はい、弓ユニットの攻撃を 0.7 倍にするというものですね、うんうんうん、そちらを持っているので結局そのこのクエストを一番その効率よくクリアするのであれば、オティヌス自身を、はい、育成してリーダーに据える、はい、そうすると安全にクリアすることができるのではないかなと思います。なるほど、はい、そしてオティヌスなんですが、はい、このマップのオティヌスは26ターン目のテステージで動き出しますので、うんうんうん、まだまだ余裕はある感じですね。まあ、一応26ターン待ってオティヌスをおびき出すというのもいいんですが、はい、うん、まあ普通に今回はもう倒してしまおうかなと思います、うん、ついに届いた、うんうん、ヒプノス必殺も発動してくれればこのターンで倒せますね。お、来てくれるかな、来るかな、いいとも、うん、よし、さあ残り1体になりました、はい、ちなみにこのターンの時に、はい、このオティヌスの前、うん、ここにユニットを1人移動させてしまうと、はいはい、オティヌスは何もすることができなくなってしまいますね。というのもやはり、はい、オティヌスは射程2から5マスなので、うんうんうん、隣接したマスには攻撃できないんですね。おー、そっか、はい、加えてこの境界壁という地形に囲まれているので、うんうんうん、こいつは何もなすすべなく、うん、こちらの手に落ちてしまうんですよ。なるほど、これで先ほど言った通りルナリスちゃんで蓋をしてしまえば、うん、そうです、勝ちです、勝ちですよね。もう攻撃できないですもんね。こうなんかこう、こうやってこう、うん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 、ちょっとなくて暴走クエストなんですが、うん、みんなボス級の HP っていうのは高いので、どんなクエストでも高火力スキル持ちっていうのは最低1人はいた方がいいかなという感じです。スキルが発動さえすれば勝てちゃうので、必殺5ターンまで落ちちゃうんですね。でもそうですね、すごいな、やはりボス級の HP っていうのは高いですからね、うん、大変です、全回復です。全然大変です。まあですね、はい、
こういった場合、はい、みんなで押し寄せてしまってもいいんですが、これはファンキル先生という番組、そうです、先生ですからね、はい、うん、編集で早送りしてくれますなるほど、まず一発。オーディネスちゃんなんか苦しそうにしてますね。可愛いですね。いけ。よーし。早送りの力。あ、よし、落ちた。やったー。来ました。やったー。クリアしました。はい。なんで落ちるんだろう、福士君その時は。あ、こういったパーティーで。おっと。しかもこれ、清正ですね。お、さすがです先生。まあ、こういった場合なんですが、はい、星5の武具っていうのを直そうとすると、うん、大変なゼニーがかかってしまいます、うんうん、レアメダルで直してしまいましょう、うん、しちゃいましょう、はい、確実にそちらの方が効率はいいですよ、うん、はい、ではですね、見ていこうと思います。見事、はい、星3がドロップしました。いい、はい、これ後でちょっと型とか見ていきましょうか。はい、ではですね、早速型を見ていこうかなと思います。はい、果たして大姫型。お、大姫型。このユニットの場合って、うん、結構その姫型っていうのはもう決まったものがあるかなと個人的には思ってまして、お、はい、やはりですね、今ちょっとこの場にないんですが、仏光強化、あの、はい、仏光を上昇させるスキルっていうのがある点からもう完璧に攻撃に特化させたユニットにしてしまう。もしくは、先制強化、こちらが攻撃した時に命中と回避が上がる、そして専用スキル、こちらが攻撃された時に回避が上がる、うん、その2つのスキルがあるところから考えて回避を少しでも伸ばせる匠姫型、うん、この2択かなと思ってますね。高姫型か匠姫型が向いてるのではないかということですね、はい、ですね。なるほど。なので僕の場合ですと大姫型はちょっと素材にしてしまうかなという感じです、うん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 、なるほど。ではですね、無事、オーディヌス超深淵攻略できたわけですが、はいはい、まとめていこうかなと思います。はい、お願いします、はい、今回僕が取った戦法は籠城していく戦法、はい、まあ砂漠のあたりとかを気をつけつつ橋よりも下側で、はい、敵を迎え撃つっていう風な形ですね、はい、こちら普通に迎え撃つ形でも全然いいんですが、まあ、壁ユニットを橋の途中に置いておくとさらにまあ攻撃しやすくなる、安定しやすくなるというのが、まあ、いい感じに進める戦法の一つではありますね、はいはい、私まだ実は超深淵はプレイしていなくて、でも先生のお手本を見てできる気がしてきました。そうですね、うん、もしもその手持ちに壁ユニットなんかがいない場合は、例えばそのフレンドなんかでリサとかそこら辺の守りに特化させたユニットを探してみて、はい、まあ、その壁役として置いてみるっていうのがいいのではないかなと思います。なるほど、皆さんもこれをお手本にぜひ超深淵プレイしてみてください。ということで本日はここまでです。まったね。リサとかそこら辺の硬いユニットなんかを探してみるのがいいのではないかなと思います、うん、なるほど。それでは超深淵の総まとめをお願いします。今言いました。そうですよね。そうですよね。